はい、ドラマチックウォーズのドラゴン&ファイヤーとエンジェル&デーモンを15パック開封していきたいと思います。あ、ちなみにパート2、デュエルマスターズ探検隊パート2です。探検隊、まずエンジェル&デーモンから開けていきたいと思います。わー、パンパンパン。さっきはそんなことなかったけど、ボガンズドン、ブルッデンキャン、わー、あかね、こうか、JK を、かわいい、めんどくさ、ローリングサンダー、どうでもいいよ、1パック目、あ、ね、闇のストライク、あの、なんでタヌキが団子を持ってる絵が右、あ、左隅に書いてあるんでしょうね。さあ、そこがよくわかりません。ピースサインです。ピースハゲてる。満月の夜は俺だって気分が上がるぜ、食えや踊れやポンポコポンだって。こいつってタヌキなんだ。確かにタヌキやろうとでも呼びましょうか。まあ解釈するとこういうことになりますね。あはは、あ、ガンビート、ブラックガンビート来ました。ちなみに僕は2枚目です。あ、さ、あ、パート2を見て、あ、パート1も見てね。全然見ろやこの野郎。 CMCM 見てね。レジェンドルピアウィング、それがどうした。上高台小学校の皆さん、僕たちは4年1組です。いつなんだよ。いいんだよ、なんだよ、それならいいんだよ、全然個人情報じゃないよ。36人いるから全然大丈夫だよ。36人中の5人って。 お、バルホルス出ました。何それ、知らねえのかよ。じゃあ効果読みます。いや、俺の仕事いいな。ねえ、そんな仕事はないはずだ。これ読むの俺、開けちゃっていい。お前の仕事はないはずだ。お前の声出すなよ、ふざけんな、名前言うな、てめえ言うなよ。イエス、はい、だお返し。情報は名前言い過ぎでしょ。あと火と闇の八マナ、お前の仕事はない。光と闇ですよ。あ、本当だ、間違えた。光と闇6000。ブロッカーの、あ、レインボーですからね。相手のクリーチャーは全て可能であれば毎ターン攻撃する。このクリーチャーは相手プレイヤーアタックできない。このクリーチャーが動くしたときバトルの後、このクリーチャーワンタップする。らしいです。まあまあ強いですね、こいつ。こいつこいつこいつ。近いな、近いな。見えない見えないよ。見えなくていいだろ。いいんだ。おしまい。次は、あと10分か、あと10分。誰かさん。まだだ。ドラゴン&フォー、え？エンジェル&デーモンです。まだエンジェル、まだエンジェル&デーモンです。あと10パック開けます。こんくらい、そう、なんか開け。バカだろ、お前、名前は言うな。お前だから大丈夫っす。モザイク、モザイク、お前、まあ、外れですね。お前、運が悪いだけだよ。いや、目がいいじゃないですか。でがいいじゃないですか、君。でも、だって2枚は持ってるんだもん。君、君。チャラチャラチャラ。あ、また、うわー、フェルナンド、さっき焦がしてって言ってたよな。出ちゃったね。どんまい。出ちゃったね。どんまい。焦がしててもいいね。休憩時間に行ってましたね。休憩できねえよ、こんなんじゃ。いや、そんなところじゃ。あ、ダイヤモンドエイブンいいですね。あのシャイニーホールとか、こういうヒーローズが、あの、人が入ってるのはいいんですけど。皆さん、静粛に。なんだこれ。オルガイザ。あ、フェルナンドまだ、まあ、わかるか。まあまあ。落ちた。ほら、てか、無理です。無理です。クルト。クルト、かわいいね。かっこいいやな。あ、クルトって意外にデメージだったんだよ。スーパーレアがありません。当てなかったらちょっと悔しいです。どんまい、悔しいです。お、ダイヤモンドソード10パックで当たるわけねえんだよ、この野郎。うん、え、ダイヤモンドソード良くないの？だってこれ書いてある。でもクルトとこれ、クルト書いてあるよ。クルトを乗せとこう。書いてる、なんで？どうでも。待って、またクルト。クルト多い。よっしゃー、僕が読みます。いいで
です。だけどいろんな人が あらゆる人が持ってます。はい、12万5枚系にいらないやつなやつな、いらないスーパーレア、自分のブロッカーを持つヘブンズゲート、自分のブロッカーを持つバトルクリーチャーバトルゾーンに出した後でしかこのクリーチャー相手プレイヤーをアタックできない。出していればシールドとかアタックできないですね。ちょっとうるさいです。ティプルブレイカーです。このヘブンズゲートで出すといいですね。おすすめカード、人にゴミ渡してんじゃねえ。まあいいじゃないですか。メイカーのさよなら地獄。ああ、疲れた。疲れちゃうんだ。メカードコーン、イエーイ、闇のサダン。あと5パック。お、来ました。見せなさい、ちゃんとバーズロマラ吹きためつって来たんですよ。お、前で開けなきゃ。ブラックガンビート見えない。出ましたね。あ、いいよいいよ。見えてる。なんか火のカードに見えちゃって。じゃあテヤンデイ、じゃあ電気消した方がいい。テヤンデイ、今回は電気消えました。あ、次はドラゴンファイヤーです。イエーイ、ドラゴンファイヤー15パックっすよ。はい、次はこの可愛い男の子です。声を出してください。可愛い、可愛い、誰か。ちゃんと見えるようにしましょう。ルピアが多い。ルピア、強いのが出ません。じゃあ頭文字だけで呼ぼうぜ。っていうことは頭文字というのは嘘で、うん、お、デュアルベルフォース。僕たちできるだけ裏から見たいんですよね。ナオタンって言ってんじゃない。誰や、ナオタンって誰や。誰よ、誰よ、ナオタンって誰や。あ、俺らのクラスの友達なのか。あいつか、あいつか、あいつか、あいつか。いいのが出ない。俺だ。あ、あそこにいた。おお、宙に浮いてる。いつ羽生えたんだ。ナオタンすげえ羽生えてる。違うよ、昨日の午前5時だよ。すげえ、なんだそりゃ。宙のが出ないね。いや、レジェンドルピアウィング結構いいと思います。宙のボールシャークネックス。それがどうした。当たってないし。まあ、なかなか、カロン、これはいいやつが入っているのか。入ってないよ。開けなさい。それとも開ける人が減ったらだけなのか。いいの、入ってない。見えない。頑張って。あ、入ってない。一番下のや、あ、いいな。整理たい。ピピピー、整理とか、サーチとかしてない。僕たちちゃんと頑張って探検隊ですのでね、サーチなんかしたら面白くなくなっちゃうんですよ。サーチの探検もしてますけど、こういうのではやりません。出なーい。うおー、きたー。試練、試練。後で交換して、あのデッキ版。あー、無理だと思うよ。デッキ版交換して。とボルバルザキシテンドラゴン7マナサムライリュージェネレート、このクリ、かっここのクリーチャーをバトルズに出した時、自分の手札にあるクロスギアを1枚コストを支払わずにジェネレートしてもらう。ピョン。カッターはこのクリーチャーが初めてタップした時、アンタップする。ダブルブレイカー。このクリーチャーはシールド2枚ブレイクする。マスちゃん、マスちゃん。マスちゃん、ボルス。マスちゃん。マスちゃんに攻撃。ダガーン、ブゴーン、ブキャー。死で面白すぎて殺されてしまいました。いやー、でもさでー、キングオブギャラクシーで殺せますよね。出ない。あ、ここちゃんだ。マックはいいだろう。ここちゃん。マックで DS ではなく、マックレディは今。あ、マッカさん、遊戯王やってる人見つけた。ええバカだよ。でも飲み物だけ買って。それも昼時だ。出ない。カフェじゃねえんだから。あ、ここサンバースト来ました。本当だ。意外と当たりやすいんですね、サンバースト。レアですからね。ベリーレアは未だに出てないんじゃないですか。最後です。え？そうだよね。ベリーレア。最後にみんな飲みしてください。最後にあります。やっちゃった。進化下流。
気合入りまくりすぎて、あの自分に、あの違う、燃え、あの火が燃え移っちゃって火事になって大変なことになるっていうね、衝撃の結末が待っているんですよね。しっこくんです。なぜこういう、いいんで、バカバカです。バードパックですかね。バードパック、はい、バードパック、え、バードパック多いですね。チッターなんか意外に可愛いですよね。なんとなくなんか可愛いって思うときと超ブサイクって思うときが何があるんですよね。チッター、おっ、3枚目。なんか今回3枚目の人が多いですね。確かに、だって僕も3枚目が捨てようとしちゃった、捨てようとしちゃいました、ゴミ箱に。自然名前、雷が落ちますよ。誰かさんのかっこあんたのだよな、うん、真ん中にやっぱりスーパーレアってあるんですね。なんか前の方にあったりすることがあんまり少ないような気がするんですよね。俺3枚目やめろ、ブレレブレレブレロ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 、これってきました。開かない、出てくれ出てくれ、レッピー卵から。なんかレッピー爆発してない？最後の1パックです。レッピー爆発中、見て、レッピー爆発中、前に来るんじゃねえ。あれで石焼き芋をやりたいね。石じゃない、レッピー焼き芋だ。レッピー焼き芋、レッピー焼き芋。あー、おー、3バースト、最後に3バースト。今回の収穫はいろいろありますね。パート1のも含めて、俺スーパーレア当たってない。当たったじゃん、ワルドラ。あ、当たるか。私当たってないけど。では今回はこれでさようなら。かっこブルジャックでクソパンチ。いや、ちょっと。